11月7日の地震予測サマリーです。今週の注目のポイントなんですけども、先週一番心配したのは、そのエリアですね、南海とか東南海、東海エリアということだったんですけども、11月2日に紀伊水道を震源とする震度、マグニチュード 5.4、震度4が発生しました。気象庁はこの地震で緊急地震速報を発表したんですけども、緊急地震速報は震度5弱以上と予想された場合発表されますが、幸いにも今回、幸いというかね、被害はあったと思いますけども、震度4でした。最終的なデータも、速報回データも、静音、大きな地震の前には静音状態になるのが、よくあることなんで、警戒が必要です。それでですね、外境なんですけども、4センチ超の週間高さ変動は先週と異なり、静音でわずか3点。伊豆半島の、伊豆諸島の三宅3、小笠原諸島の秩父 A、および長野県の白馬のみです。隆起、沈降は、西日本は沈降、他のエリアは沈降傾向だが、隆起と混在するエリアもあるということになってますけども、これをもとにですね、要警戒地区をお知らせしますと、これ要警戒地区ってのは震度5以上の地震が発生する可能性が非常に高いということです。北海道釧路、根室、えりも周辺、東北、北関東の太平洋岸、奥羽山脈周辺、南関東周辺、北信越地方、岐阜県、南海、東南海地方、九州南部ということですよね。要注意地点、震度5以上の地震が発生する可能性が高いというところで、北海道道南、青森県、九州北部、南西諸島ということになっております。そして要注視ですね。震度5以上の地震が発生する可能性がある地区、北海道北部、鳥取県、島根県周辺ということになっております。以上で今週は地震予測サマリーをお届けするんですけども、同じ地区がですね、ずっとですね、要警戒であったり、要注意であったり、要注視になっているところを、皆さんね、お忘れなくということでございます。で、地震に対して何を準備すればいいのかっていうことね、Q&A でよくいただくんですけども、地震に対しては大したことはできません。住むところを変えるとかね、耐震設備を強化するとか、家具が倒れないようにするとか、そのぐらいなんですよ。肝心なのは、地震が終わった後、それから復旧するまでの、この期間ですよね。収入の面とか、健康の面とか、飲食とか、それからインフラの自己復旧ですよね。水道とかどうでしょうか、水、電気。これが主になってきますけども、食料、水、電気ってものを、災害の後ですね、なんですかね、公的インフラが復活するまでに自力で何ができるかってことをよく考えておき、準備する必要があると思います。それでは今週のサマリーは以上です。